スティーブ・ロバートソンはイギリスのレーシングドライバー。1989年から3年間イギリスフォーメラ3選手権で過ごした後、1992年の国際 F3000 選手権のフルシーズンに出場したが、ポイントを獲得できなかった。1993年のインディライツでは、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、これに続いて1994年のインディライツにも参戦した。 彼は2年間のシリーズで7勝を獲得しました。彼は、チャンプカー、インディカーでレースをしたことのない3人のインディライツチャンピオンの1人である。その後、1996年のイギリスツーリングカー選手権に、ホードモンデオで参戦しました。しかし、車は競争力がなく、チャンピオンシップではわずか2ポイントで20位でフィニッシュした。ドニントンパークでのシーズン最初のレースで、彼は、 チームメイトのポール・ラディシッチの前でスピンし、ラディシッチは彼との衝突を避けられなかった。レース後、ロバートソンは父親のデイブと一緒に若いドライバーを管理しました。ジェンソン・バトンをフォーミュラ1に導いた後、君ライコネンを引き受けました。ライコネンは後にイギリスのフォーミュラルノーから翌年のザウバーチームとのフォーミュラ1へと大きく飛躍することになった。ロバートソンは 彼のキャリアを通して、ライコネンを管理し続けた。2004年11月、ライコネンとロバートソンは、イギリスフォーミュラ3インターナショナルシリーズの、レーシングチーム、ライコネン・ロバートソン・レーシングを結成しました。アイルトン・セナの F1 エンジニアであるジェームズ・ロビンソンの、助けを借りた、セカンドシーズンでは、WR が、マイク・コンウェイと共にメインチャンピオンシップクラスで、優勝しました。 ありがとうございます。